こんにちは。モレックシンテズ、今日はシトホスフェインを合成しますね。有名な抗がん剤のシクロフォスファミドのことだそうなんですよ。やっぱりリン酸を使わなきゃいけないんで、まずこの下の部分の輪っかを作りますね。まあ、リン酸と、まあ、この C、炭素3つの部分はやっぱりブチレンで作るかな。こんな感じなんだよな。で、まあ、窒素の部分、まあ、窒素2つあるんで、ちょうどヒドラジンをここに置きますね。で、まず1番で、ここのエチル基は、メチル基は邪魔なんで、消すと。で、右に移動して、ここはね、ここの窒素は1回水素を足して、分離しておきますね。ここ、分離しないといけないんで。で、あと、2番で、2番はね、ここの酸素を消しますね。RR 消去して、で、消去した後、ここの炭素もここの炭素になるんで、もう一個水素を足しておくと。こうですね。で、あとね、3番で、3番はね、ここの酸素はここの酸素になるんで、1個水素を取って二重結合にします。で、右に移動して、で、ここの酸素が2番で消えたら、ここの、まあ、リンの部分を右上に1個3番で前に出しますね。で、H マイナスと。こう前に出して、これで輪っかになったでしょ。で、ここの酸素は消さないといけないんで、まあ、2番で消しておくと。こうですね。で、あとここのところね、まあ、1番でヒドラジンの窒素を分離した後、ここで上の方の窒素がリンとくっつくんで、あとはここ窒素を2つ取っていけばいいんですよね。1番で足して分離してからマイナスして窒素から水素を取っていきます。で、左に戻ると、これで一応下半分の部分は一応できてますよね。で、あとここは、まあ、窒素から2つ電子を抜か、あ、水素を抜かないといけないんですけど。でね、あと、これは左に3番戻っとくか。だと上の部分ね、上の部分はね、この、まあ、C2 つと塩素がくっついてる部分は、結構めんどくさかったんですけど、まあ、この、なんだっけ、これ。ディオキサン、ジオキサンですね。ジオキサンを使います。で、ここの、で、あと塩素は、まあ、塩化チオニルから作るしかないんで、こういうふうに、まあ、形の通り、こう、配置して、で、ここの酸素とここの酸素は消さないといけないんで、もうこう、まあ、まっすぐ串を通す形で、プラスして、消去の、まあ、プラスして、消去と。こういう形で、もうどんどん真ん中を取っていってしまうと。で、ここの窒素からも最後、まあ、H をマイナス、1個マイナスしようかな。こうですね。で、あと、まあ、ここと、ここは塩素だけ残して、残り、この OSCL の部分は消さないといけないんで、ここがね、結構難しいんですよね。難しかったんですよ。まず 5番ね、都合上5番ね、こっからスタートしないといけないんですよね。で、まあ6番の方で、まず、ここの塩素に1個プラスして、シャンとして、こうですね。
でね、5番が都合、ここの窒素に最後アクションしたいんで、こっからスタートしなきゃいけないんですけど、まあ最初にこっちの塩素の分離に関わらなきゃいけないんで、5番、まあスタートはここなんだけど、最初左にこうやって移動して、で、3サイクル目でここに、5番がここに水素を足すと同時に、この余計な部分を6番で消去します。5番で水素を塩素に足して、余計なところを消去すると。こうですね。そしたら4サイクル目では5番と6番それぞれから塩素についてる電子を、まあ、マイナスすると。こうですね。で、あと6番でここを消さないといけないんで、まあ、左に移動して、まあ、余計なゴミを消去して右に戻ってくると。で、5番の方はね、左にもう戻んないといけないですよね。あ、右に、元の位置に、最初の位置に戻って、でね、最後、ここの窒素ですね。まあ、4番で、7サイクル目に4番で、ここの窒素から電子、あ、水素1個取るんですけど、まあ、5番でも、戻ってきた5番で、5番でもマイナスして、こういうふうにね、まあ取らないといけないですね。まあ同時にあと3番で7サイクル目に前に1個出せばいいですよね。これで形はできたと思うんですよ。ちょっと待ってね。うん、これで、できてますよね。で、2番で出荷して、つまり5番がこんな2つも、5番が大遠征して 2つも動かないと、2マスも動かないといけないんで、まあここがちょっと不格好といえば不格好ですよね。でもちょっと他に思いつきませんでした。7サイクルに1つなんで840サイクルでできました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。